主の前に共に賛美をしていきましょう。天の父の御国、天に増します、我が父よ、国よ、この地に。
このところに来てください。私たちのうちを治めてください。主よ、あなたの御国が私たちのところに来ますように。ハレルーヤ、聖霊様歓迎します。どうぞ私たちの内からあふれてください。私たちを治めてください。私たちを満たしてください。ハレルーヤ、ハバババララ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 ヤッセララ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 ラハバババララララセラララSubete ni kaushashio, anata
主が私たちを鍛えてくださることを感謝します。主よ、あなたの恵みは私たちに十分であることを宣言します。ハレルヤ、ハババババララ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 。主よ、ハレルヤ。主よ、すべてのその痛み、また悩み、今十字架のもとに置きます。主よ、どうぞいつも喜ぶその霊性を今注いでください。ハレルヤ、主よ、ハレルヤ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 。響き渡る
私の日もキリストと離れはしない。歌い続けていたい。いつく
喜びが取り去られることのないように、本当にこの洗礼式が本当に無事に取り行われることができるように祈ってまいりましょう。ハレルヤ、主よ、感謝いたします。この私たちの本当にこの兄弟姉妹の中で救われる方々が本当に起こされていることを感謝いたします。主よ、どうぞその喜びが取り去られることがないように助けてください。聖霊様、どうぞこの歌い続けていく、本当にこの主を本当に褒めたたえていく、その喜びを、本当にその愛を、神様本当に注いでいてくださることを感謝いたします。御言葉によって本当に主、私たちのうちに勝因が押されていることを感謝いたします。人は心で信じて救われ、口で告白して救われる。主よ、ありがとうございます。聖霊様、どうぞこの洗礼を受けられる兄弟姉妹たちのうちに豊かに、主よ、あなたが祝福を持って、この1週間も過ごすことができるように助けてください。ハレルヤ、おー、ハララバ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 ララ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 ラ、聖霊様、感謝します。アーメン。本当に永遠の愛で私たちが愛されていることを感謝します。本当にそのことを受け入れた、本当にこの姉妹たちの、兄弟姉妹たちのうちに感謝いたします。主よ、さらにさらにこの洗礼を受ける方々が起こされますように導いてください。このところに本当に主よ、あなたの喜びで満ち溢れる、本当にその一年となりますように、ハレルヤ、感謝します。十字架で流されたイエス様の血潮を思い見て賛美してまいりましょう。イエスの流され
れた血潮により神の贖いは完了した。戦う花嫁なる教会は清く眠らない。
行きたいと思います。
5月16日は高知ですね、阿南教会、高知教会、須崎の教会、この3つの教会のために祈ってまいりましょう。ハレルヤ、主よ、この3つの教会の天の窓が開かれて、本当にリバイバルが起こるように、主よ、本当に知る知識と本当に賜物がこの3つの教会に豊かに注がれるように祈ってまいりましょう。ハレルヤ。
神様、この日本アセンブリー、本当にこの教会が与えられていることを感謝いたします。今私たちはそこに行くことはできませんけれども、高知 のこの3教会のために心をそこに向けて祈りました。主よ、あなたがその祈りを本当に地に虚しく落とすことはない、本当に神様、あなたが用いてくださることを感謝いたします。どうぞこのつながるこの祈りのうちに、主あなたが豊かにこのアッセンブリー教団の一つ一つの教会を覚えてくださいますようにお願いいたします。感謝してこの時を期待して、イエスキリストの皆によって祈ります。アメン。主のため使わした。
ましたけれども、本当にこの避難民の方が本当に生活が落ち着くように、またこの私たち新潟県としても本当に最善をすることができるように祈ってまいりましょう。ハレルヤ、サバララカレルヤラ、スベレララ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 、主よ、本当にこの紛争が絶えないこの本当に世の中でありますけれども、神様どうぞ今このウクライナに、またロシアに、本当にまたミャンマーに、主よ、あなたの平和を本当にお祈ります。主よ、十字架だけは二つのものを一つにする、主よ、その和解です。聖霊様どうぞそこにあなたが訪れてください。主よ、どうぞミャンマーの教会をあなたが覚えてくださって、本当に取り出しに乗っていることを感謝いたします。どうぞこの本当にこの時に、主よ、あなたのこと、あなたの御業を起こしてください。できたことを感謝いたします。私たちは本当に一人一人は弱いものですけれども、本当に束となって祈るときに、主あなたが油を注いでくださることを感謝いたします。本当に二人でも三人でも集まるところに、私の名によって集まるところにも私は共にいる。イエス様、あなたの霊、本当に聖霊様がここに満ち満ちていることを感謝いたします。主よ、どうぞ今祈った祈り、主よ、あなたの御前に届けられますように感謝いたします。無条件の愛を受け取ります。本当に私たちが選んで賛美、本当にその唇を本当に賛美の生贄として捧げることができる、本当にその恵みをありがとうございます。どうぞ不平不満の唇ではなく、主よ、あなたに感謝を捧げる唇と本当に日々作り変えてくださいますようにお願いいたします。
感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。